崎チャンネル。きょっ。こんにちは。ともチューブ。あ、ともチューブでいいんですか。そうそう、俺もともだから。今日はもうさざきチャンネルともチューブにするわ。はい、たまたまチューブです。一年に一回。はい、恒例の。はい、恒例の年末企画です。ありがとうございます。ね。だからさざきも。あの伊藤さんのともチューブ本当に出てますから、はい、ぜひそちらも見てください。はい、ね、でも今年も幸せな1年で、ありがとうございます。おかげさまで幸せな人生しか歩んでないね。そう、待ってください。でも結構大変なことももちろん、あの表立っては幸せですけど、うん、大変なこともたくさんあんの。ありますよ。例えば日々、いやだから本当になんか私もなんでなんだろうって思ってるんですけど、うん、あの結婚してから仕事増やしすぎちゃって幸せじゃないか。で起業2つもしちゃったんですよ、うん、会社を、うん、でスキンケアのブランドとアパレルのブランドやってて、うん、で最近は芸能のお仕事もテレビ出たりとか結構してるので、うん、もう本当に子育てもあるし忙しすぎてやばいんですよ。それも幸せじゃん。幸せなんですけど、うん、なんか寝る時間がないっていう、なんかだからもう最近4時間とか5時間睡眠で、うん、その中でもまた1回ミルクあげに起きるから、うん、本当に寝てなくて、うん、現役時代と同じぐらいの睡眠時間で生活してる。だからそことか破れてんの。 そうなんですよ。作業が起きてるではないんですけど、こうやってです。でもあれだね、そう考えたら2人とも相性良かったんじゃん。そうですね、だってどっちも忙しくなってんじゃんね、1年前から比べると、はい、ね、でもなんかあれかもです、なんか本当に変な話ですけど、うん、結構そのお正月とかに参拝に行ったりとかしてるんですよ、うんうん、神社とかに、うんうん、それとかもありつつのいい感じになってる気もします。ねえ、やばいね。ありがとうございます。高齢になってきてるけど、あれやろ、そのうちも俺捨てられんねやろ。そんなことないですよ、今日も一緒。あれ今年来えへんなみたいな連絡みたいな。いやだって今日そうなんですよ、私里崎さんにお礼も込めて日々の、うん、そうなの、はい、私たちあの2人で、うん、あもうほんとさお菓子ですけど、うん、買ってきたんですよ。十分よ、そんなのくれることないから、ね、それは今日2人で買いに行ったんですけど、うん、里崎さん何が好きなんだろうと思って、うん、で調べたんですよ2人でネットで。そしたらなんだっけ、塩辛なんだっけ、とろろとなんだっけ、イカ、あ、塩辛でしょ、塩辛とか、うんうん、そんなんどこに書いてた。なんかの、なんかインタビューの中の里崎さんの好きなものっていうのがあってで、そんなお菓子売ってへんやろ。で、あ、なるほど、甘いものはあんまりお好きじゃないのかなって思って、うん、で、私たちが選んだあのお菓子がしょっぱいものにしました、ね、そうなの、俺甘いものめっちゃ好きなんだよ。そうなんですか。それに書いてなかったですよ。書いてなかったの。俺甘いものめっちゃ好きだ。俺あのコストコのスプーンケーキとかめっちゃガバガバ食ってんだよ。じゃあ甘いものすればよかったですか。キルヘボンとか。なんだっけな、嫌いなもの一個書いてあったんだけど忘れちゃった。何ですか嫌いなの。お酢じゃないの。お酢だっけ、違うよね。なんかご飯だったよね。な、え、あるかな。酢のものじゃないの。嫌いなもの、お漬物じゃない。あ、漬物？わかんない。漬物も俺あんま、梅干しとか。あ、梅干し。うん。だったかも。知って書いてあったかも。あの食べれるのよ、食べれるんだけど好んでは食べないっていうだけで、あ、食べれないもの1個しかないんだっていう私の記憶でしたけど、うん、そうなの、俺甘いものも全然。あ、そうなんですか、うん、大好き。だからなんかモンブランとか、 なんかショートケーキとか、うん、なんかその季節のスイーツみたいなのめっちゃあって、うん、すごい可愛いし、うん、あとなんか最近フルーツサンドとかもいいじゃないですか、うん、フルーツサンドとかも流行ってるから、うん、にしようかなと思って調べたらなんか全部しょっぱいものになったんで。いや大好きです、甘いもの。本当ですか、じゃあ来年は、うん、あの東京駅とかにあるフルーツサンドとか買います、イチジクとか。え、そのなんか生クリーム系なのか、なんかあのあともう一個私がこれはどうかなと思ったのが、うん、パイみたいな、なんかうなぎパイみたいな、なんか有名なパイのお菓子、うんうん、とかか、あとは和菓子もいいなと思って、うん、どれが一番。いや、なん全部好きです。何でもフルーツも好き。そうそう、甘いもの、見て、甘いもの食べへんような体してんやん。でもなんか男性意外と
あ、俺なんかすっごい甘いもんだけは食べないんだよねみたいな方いるじゃないですか、うん、なんか何でも好きなんだけど甘いもんだけはちょっと苦手みたいな。超食べる。食べますか。書いて載ってなかった。載ってなかった。すいません、誰かウィキに載せるんです。甘いものも大好きです。甘いものが一個も載ってなかったです。俺甘いもので言えばね、あの果実園ディーベルっていうところがあるのよ、はい、ありますよね。ホリプロの会社の近くにあるよ。何飲んだやつ。あの、まあ、喫茶店なんだけど、はい、そこにあのケーキあるのよ、うん、くっそ美味しいから。そっちのやつはケーキ食べるんですか。食べる。ここに合わせケーキ。そこめっちゃ美味しいですよね。しかもカフェで。いや、尋常じゃないぐらい美味しい。そのフルーツも美味しいし、あの結構でかいんだけどね、1個1,000円〜1,400円ぐらいするんだけど、大きくて季節のフルーツがてんこ盛りでマジ美味しいですよね。え、高いの。だからそう、1個が1,100円〜1,400円ぐらい。え、1個半切れ。いやいや、いやいや、このワンカット。ワンカット、高い。ワンカットでもでかいね、これぐらいあるからね、高さは。そうなんですね、うん、でもね、めっちゃ美味しいですよ、ね、そこマジ、本当。行ってみたい。行ってみて、買ってきてもらえばいいんちゃう。近くだよ、事務所。確かに、買ってきてもらおう。まあ、という今日はそんな話じゃないですよ、はい、盛り上がりましたね。今日はですね、はい、あのお互いの業界の謎ルールっていう、はい、いこんなルールいらんやろっていうのが、はい、何笑ってんですか。はい、いや、なんかどこまで言っていいんだろうって思って。それはもうどこまででも言っていいんですよ。まあでもね、はい、だからまあね、じゃあ僕が野球界に入った中での謎なルールで言えば、まず一番最初にはって思ったのが、まだ俺その時1年目だったの、はい、プロで。でキャンプ行って夜間練習、出発7時半、7時半なの、うん、出発が。だから俺はあの夜の7時半、そうそうそう、はい、にあのホテル出発なの、うんうん、室内に行くのに。だから俺は7時25分に行ったの、バスに、ね、はい、誰ですか。1年目ですけど。いいと思う。だって遅刻しないですしね。そうそうそう、5分前行動って言うじゃん。確かに。行ったら全員からもうその、まあ、車バン、ハイエースみたいなバンに乗っていくんだけど、あの6人ぐらい乗ってたんだけど、先輩がね、全員から押せよぐらいの目 で俺が乗ったら出発だったの、はい、え、何この空気感みたいな。気まずいちゃった、うん、で聞いたの、何時ぐらい来るんですかって言ったの、でも30分前ぐらい、はぁみたいな。じゃあもう7時、7時にもういなきゃいけないらしくて、じゃあ7時出発にしろよって俺は思うんだけど、だからあれは謎だね、プロ野球。そんなのがあるんだ。ってあのジャイアンツとかでもジャイアンツルールって30分前に来とかなきゃいけないらしくて、そうだったら出発の時間意味なくない。そうですよね、うん、じゃあそのちょうどに来ていい選手は誰なんですか、ちなみに。いないだから監督だよ。そうなんだ。もう先輩でももう15分前とか20分に来てるわけ。おかしくない。それはおかしいです。でも遅れてないのに遅いぐらいの雰囲気で見られて。それはさ、AKB とかないの、はい、何分集合で若い子とかが30分前に来なきゃいけないとかなかったの。なんか私が、まあ、今の AKB のメンバーとあんま関わったことないんで、うんうん、違うかもしれないんですけど、うんうん、私は常に先輩だったんですよ、うん、1期生なんで、うんうん、だから自分より先輩がいないから、うん、結構ルールとかもすっごい緩く考えちゃってて、だからアイドルとかは本当にそれこそ7時集合だったら大体みんな7時にいないですね。遅れてるの？遅れてる。基本遅れて7時5分とかから7時20分ぐらいの中にちらほら来るみたいな。え、沖縄ですか？沖縄ルール。本当にそんな感じです。沖縄ルールでしょそれ。だからなんかそれこそ逆にマネージャーさんとかが絶対こいつら遅く来るからもう30分前ぐらいに言っとこうみたいな、うん、多分作戦を組んでくれてて、うん、もちろんちゃんと来ると思いますけど、それ言っとかないと。まあ、ちゃんと来る子はもちろんいます、うん、けど、そう、私とかは結構そうですね。俺ら多分もうバスないよ7時5分って言ってたら、うん、でもなんかその、あのいろいろあります、その自分たちの中でも。だからそのメイク時間があるんですよ、うん、女子だから、うんうんうん、でそれを多分2時間ぐらい取ってるから、うん、私たちもなんか逆算しちゃって、うんうん、例えばまあ夜とかだと全然ぴったりに行けるんですけど、うん、じゃあ朝の6時集合とかすると本番は9時とかなんですよ、うんうんうん、でもその前逆算して衣装着替えたりとかメイクしたりとかっていうのを全部逆算して3時間前入りぐらいにしてるから、うんうん、なんか自分たちであちょっと遅れて遅
遅れたとしても、まあ、そんな早く行く必要ないなみたいな、そうメイク時間もここ巻けばいいやみたいな、うん、なんか自分の頭の中で計算しちゃうからそうなってるんですけど、うんうん、あとメンバーが多い分、うん、そのメイク時間を取んなきゃいけなくて、うんうんうん、でも普通一人だったら1時間前とか入れてもいいけど、うん、十何人とかいるから3時間ぐらい前に入って、うんまあ、順番を待ってみたいな、うん、だから待ち時間があるんですよ、うん、でも全員遅く来たらさ、いやあの早くみんな来てないのみたいな、そうなんですよだからもう本当にみんな眠いじゃないですか、うん、その時超忙しかったし、うん、だからもう本当にみんな眠い中でもう頑張ってその頃はあれくじ引きにすればよかったのね、じゃあ確かにそれだからもしね3時間前に来なきゃいけなかったらくじ引きで、だって1時間前の子でもいいわけじゃん、はい、だからくじ引き引いて何番目かっていう、そしたら無駄に3時間前に行く必要なかったじゃん、ね、そうだからなんかそれこそスタッフさんが決めるんですよ、何時に何時にって、うん、だから私がいきなりめっちゃ早かったりしたり、うんまあ、他の子が早かったりすると、うん、えなんで私こんな早いんですかって聞いたりしたんですよ、うん、そしたら何て言ってた、そしたらなんか取る順がこうだからって言われてあなるほどって思うんですけど、うん、そうだからその1時間ってめっちゃ大事じゃないですか、うん、特に朝とかだったらね、はい、寝てない頃の1時間ってめっちゃ大事だから、うんうん、その順番争いみたいなの確かにありました、だから俺もルール変えたからロッやっぱ下っ端の時は聞くしかないじゃん、はい、でももう俺はもう自分がおかしいと思ったことはもう全部おかしい誰のためにもなんないから、はい、しかもあの若いやつらはその30分前に行ってあのバスに乗らないであの荷物のところに立ってて、先輩が来たところに荷物に乗せるみたいなのなのね、野球界はそれは稼いでる順じゃなくてもう先輩後輩とかあの年齢順、そうそう年齢順、なのよ、そうなんです、そう若いやつがもう乗せるみたいな、じゃあ全然先輩が活躍してなくてでも年上だから、そう年功序列だからでやらなきゃいけないけど、そんな無駄じゃん、うん、自分で乗せりゃいいじゃん、で俺も俺が上になったらもうそんな早く来んなと、うん、無駄なんだからって言って、大体荷物なんて自分で乗せさせばいいじゃん、自分の荷物なんだからって、いい先輩そんな手伝いいらないよ、でもう9時出発だったら8時59分59秒にバスに乗ってればいいんやから、うん、そんな30分前に来んなって、素敵、それで後輩しめちゃくちゃ救われますよ、ね、だから俺もギリギリにしか行かないだからでも先輩も下手したら俺が乗ったら出るからねコーチとかも全員いるパターンあるから、ね、でももう俺は言うんだよ、はい、いやそれだったらで一回ね事件があったの、はい、キャンプの時に、まあ、もう、まあ、最初から納得してないんだけど無駄に体操があるの朝いやいらんじゃん、はい、何のための体操だよみたいな、はい、でもなんかストレッチじゃないですか、そんなのどうせ後でするじゃん、あまたするんです、練習前にね、はい、だからそので体操が7時からみたいな、うん、で俺のルールね体操は7時開始ってなってるってなったら6時59分59秒までにそこを体操するところに行けばいいだけでしょ、うん、行ったらさ始まってんの始まってたの体操が、はい、はと思って、うん、俺遅れてないのに遅れたみたいになるじゃん、うん、だからそのコーチに行って何を始めてるんですかって言って、え7時から体操じゃないんですか、うんうん、でさっちゃん5分前行動だよ、へ言われたから、はじゃあ6時55分集合7時体操開始に変えてくれスケジュールっつって、うん、そしたら俺は6時55分に来るっつって、はあ、でも7時開始ってなってるんだから、うん、それ6時59分59秒までに来てたら別に問題ないわけで、はあ、そんなもん7時になってないのに体操始めてたら全員から俺が遅れたみたいに見られるやないかっつって、うん、明らかにおかしいやろっつって、スケジュールっていうのは何のためにスケジュール書いてるんだっつって、この通りやるからスケジュールちゃうんか、やらへんのだったらこんなのもういつ大体って書いてるっつって確かに大体間違ってないですよ、でも正論私もそう思いますでしょ、はい、そしたら次の日から7時になるまで絶対始めなかった、次の日ね、でもスケジュールはそうですよ、ね、そうそう、で7時になるまで始めかなんかちっちゃく全員揃ったらもう先に始めますよみたいな、うん、とか5分前にもうみんな揃って大体のメンバーが揃ったらもう音楽はスタートしますって書いてあるんですよね、うん、書いてで、あの7時になるまで待ってて、7時、はい、俺ずっと時計見てたとかってめっちゃその体操怖いじゃないですか、みんながこうやっていや、だってそんなの言ってんだから、こっちはね、はい、でそしたら次の日、7時になるまで始めなくて7時になった瞬間に始めたので、それでいいんや、ちょっと言ったそのコーチにいや、間違ってないでしょ、間違ってないです、まあ、ダメなルール全部変えていくから素晴らしいです、うん、でも理不尽なやつは変えた方がいいじゃん、うん、あとあのロッテとかだったら、はい、あのスリッパであの球場入りしちゃダメっていう、なんでですか、いやなんか足怪我するって言って、ドレスコーチになって、そうそう、うん、ただ足怪我する、怪我したら困るから夏スリッパダメって言って、サンダルもダメ、
そう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 。だからいや俺おかしいと思って、はい、いやそれ怪我しちゃダメなのは分かるよって言ってること分かるけど、家から駐車場でそのまま車に乗って球場入りして、ロッテだと車置いたらもう10メートルぐらい歩いたら球場の中なんだ、うん、っていうことは20メーターぐらいしかサンダル履いて外出てないのよ。蛇とかいるんじゃないですか。怪我するか。そら電車に乗って来るとかね、もうあの家出たら駐車場まで1キロぐらい歩くとか、球場入りも駐車場を止めたら500メートルぐらい歩くんだったら分かるけど、家から駐車場までと駐車場から球場入るまでってそんなもう10メートル20メートルしかないのに怪我するかと思って、うん、ムカついたからつま先だけ隠れてるスリッパで行ったとか。それルールは変えなかったんですか。うん、あのこれだったら文句言えねえだろちょっとつま先だけクロックスみたいなこと。そうそうそう、これだと怪我しないからいいやろちょっと。面白いですね。でも何も言われなかった。あ、ないの。私はありますよ。なんかこれはなんて言うんだろう、なんか自分だからモヤモヤしてるんですけど、うん、じゃあ俺解決するわ、それがある話か。なんかいや、あの芸能界で、うん、あの番組とか出るときに